地球規模で進む温暖化による気候変動は、さまざまな形で私たちの暮らしに影響を及ぼしています。温暖化を食い止めるべく、2015年に結ばれたパリ協定。世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保つという目標が定められ、日本を含む世界の多くの国がこれに合意しました。私たちデンカは化学メーカー。多くの資源とエネルギーを使ってさまざまなものを生み出しながら成長し続けています。だからこそ環境を守る取り組みに貢献する重大な責任を負っています。その思いから私たちデンカはパリ協定が目指す目標に向けて温室効果ガス削減を推し進めることを決意しました。目標は2013年度時点に比べて2030年の CO2 排出量を 50% 削減すること、2050年までにはネットゼロの実現を目指します。その実現のためにデンカはすでに2つのアクションを起こしています。1つ目はクリーンエネルギーの利用拡大。温室効果ガス排出削減の取り組みとしてデンカはクリーンエネルギーの利用を拡大するため、自家用水力発電所の建設を積極的に行い活用してきました。現在17箇所の自家用水力発電所から供給される電力は、電化全体の使用電力量のおよそ4割をカバーしています。クリーンエネルギーの積極的な拡大を目指して、2021年1月に16箇所目、2022年4月には17箇所目の自家用水力発電所を新設しました。この2箇所の水力発電所の稼働により、年間でおよそ3万3500トンの CO2 削減につながる見込みです。2つ目は工場から出る温室効果ガスの削減。デンカの化学製品を作っている全国の工場、その設備での生産活動に伴う CO2 の排出を抑える取り組みは、最も効果的で重要なアクションです。2020年10月に近江工場で高効率のガスタービン発電機設備が竣工し、稼働しました。2022年には千葉工場にも導入し、さらなる省エネにより CO2 の排出削減を進めています。さらに今後、2030年から2050年に向けては、CO2 を排出源から分離・回収し、化学品の原料として再生利用する革新技術の導入・検討を推進しながら、技術開発への挑戦を続けていきます。私たちデンカは SDGs を羅針盤に、さまざまな環境保全・保護に関する取り組みを進めています。この地球で事業を営み続けていくため、そして化学メーカーとして多くの人に価値あるものを提供し続けていくために、私たちデンカはこれからも地球環境に配慮した企業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。